いないね。何だったの今の。正しいこと？変なやつ。けど嫌だね。どうかした？空？流れ星でも飛んでた？まあ昼間じゃ流れ星なんて見えるはずないか。な、何？どうかした？おばば？違う、だって。な、何よみんな。どうしたの？大丈夫？日射病？貧血？生理かな？ああ、ダメね、これは。あっ！みんな、ごめん。ちょっと通り連れて帰るから後片付けお願いできる？はい。トウモロコシもごめんね。やった。おばさん、全然気づいてなかったよね。本当に嫌になってきた。おばさんがなんか別のものになっちゃったみたいな感じした。おはよう。おはよう。あったの？そう。
どうかした？なんでもないの。事件って？みたいだよ。お母さんがそう言ってた。やっぱりそういう筋の人だって。元気そうな人だもんね。風邪かな？冬だし、インフルエンザとか。起立。お疲れ様。今日はどうするの？本当に目の前なの？なら私ここで待ってるよ。それはわざわざ。その、たけしは。
今流行っているそうですが、どうして至って健康な子だったのに。どうかしたの？それってお父さんが言っていた使う上での注意を守らなかったから？どうしよう。今まで私の知っている人がいなかったからピンとこなかったけど、これってひどい話だよね。どうしたらいいんだろう。兄さんは結局どんな風だったの？びっくりした。本当に？夢の中で困ったな。そういうわけにはいかないよ。私も
ちょっと見当がつかないよ。お母さんを喜ぶってどうして？話してみる。お父さんには電話してみるね。顔を合わせるよりはそっちの方が話しやすいと思うから。頑張るっていうのも変だよね。けど、それじゃ行ってきます。一緒に入っちゃっていい？なかった？よかった。うん、今はもうマージを作ってないからって、それだけ。マージの眠りから覚めることのできた人、今のところいないって。一応治療法を探してはいるみたい。でも今のところは打つ手がないって。